マシンとかよりもバーベルとかダンベルのフリーウェイトですね、どうしても摩擦が起こります。ポジティブよりもネガティブの方が軽くなってしまうんですね。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はバルクアップのために押さえておきたいポイントについてお話ししたいと思います。まずはですね、筋肥大とは言っても筋力を伸ばしておくことが大事ということです。これはですね、もともと筋肉というのは筋力は筋肉の断面積に比例すると基本的に言われていまして、筋肉が大きいほど筋力も大きくなる、逆に言えば筋力が強ければ筋肉も増えてくるということなんですけれども、これはですね、実際に筋肥大のためのトレーニングを行った場合と筋力向上、その後に筋肥大のトレーニングを行った場合、その2つで比較した研究があります。8週間ずっと筋肥大のトレーニング、具体的には8から12回ぐらいできる重さでやった筋肥大トレーニングですね、それを8週間ずっとやった場合と、3回から5回の高重量での筋力を伸ばすトレーニングを3週間で、その後5週間を8回から12回の筋肥大トレーニングでやったんですね。その2つを比べたところ、最初に筋力を伸ばして筋肥大に移った方が筋力も筋肉肥大も起こっていたというような結果が出ています。初心者の方はですね、筋肉を大きくすることはもちろん大事なんですけれども、力を増やすトレーニングの上でも重い重量に挑戦していくということがまずは大事になります。ある程度のベースとなる筋力ができてから筋肥大トレーニングをやった方が、トータルで長い目で見ると筋肥大も起こりやすいということになります。そしてこの研究はですね、全部で4セットやったんですけれども、多くの方は1つのエクササイズを4セットやって、それを2つも3つも多くのエクササイズを1つの場所にやってしまいます。例えば4セットを3種目やったとすると1つの部位に12セットになっちゃうんですね。でも筋肥大とか筋力向上が起こったっていう研究というのは1部位につき1エクササイズです。10何セットもやらせたりしないんですね。1つの場所につき4セットとか多くて5セットとか、それで伸びましたというような研究を出しているわけです。つまり1つの場所についていくつもエクササイズ何セットもやる、10セット以上やるというのは逆に伸びてしまわない、伸びないというようなオーバーワークをもたらすようなことにもなってしまうということです。必要なのは本当に1つの部位につき、4セットとか多くても6セットとかそれぐらいです。2セットを3種目とかそんな感じで本当に十分ですので、10セット以上の多くのセット数は、もちろんウォームアップは別で考えますけれども、多くのセット数というのはやりすぎになってしまいます。少ないセットでも研究では十分筋力も筋肥大も起こっているということが分かっていますので、無駄なオーバーワークになるような多くのセット数、多くのトレーニングボリュームはやらないようにした方がいいということにもなります。ちょうどですね、先ほどの8から12回を4セットずっとやったというような群は、全体のトレーニングボリュームですね、トレーニングボリュームというのはここでは仕事量です。レップ数かけるトレーニング重量ですね。筋肥大群の方が多かったんです。筋力アップ群というのは重量は重かったけれども回数が少ない、仕事量としては少なくなるんですね。ある研究ではその仕事量、重量をかけるレップス数が多い方が筋肥大したというような研究があったんですけれども、この研究ではその逆の結果が出た。仕事量とかではなくて、まず筋力を伸ばす、重い重量であって筋力を伸ばすことが大事だということになるわけです。そして種目の選択も大事になってきます。これも数多くの研究で分かっているんですけれども、収縮ポジションで行うエクササイズよりもストレッチポジションで行うエクササイズの方が筋力も筋肥大も起こりやすいということが分かっています。例えば大胸筋をトレーニングする場合にはですね、バタフライみたいに収縮させる種目よりはダンベルフライのようにストレッチポジションで負荷のかかる種目の方が筋肥大としては非常に有効になってくるということです。そしてこれは今のストレッチポジションで負荷がかかるということと関連してくるんですけれども、フリーウェイトをしっかり行うということが大事になってきます。マシンとかよりもバーベルとかダンベルのフリーウェイトですね、これは他の動画でもお話しているんですけれども、
マシンとかケーブルを使いますとどうしても摩擦が起こります。摩擦が起こるとポジティブよりもネガティブの方が軽くなってしまうんですね。でも本来はネガティブの方に強い負荷をかけた方が効果が出やすいということがありますので、その点でもフリーウェイトの方が有利ということになります。そしてもちろんフリーウェイトの方がより多くの筋肉を使う、多くのモーターユニットを動員するということがありますので、やはり筋肥大にも筋力向上にも有効になってくるということです。ですので種目選択としてはマシンよりもフリーウェイト、そしてストレッチポジションで負荷がしっかりかかるような種目、そして筋力を伸ばしていくような高重量も行う、この3つが特に大事になってきます。そして食事の方も大事になってきます。食事の方でですね、これは念を押すまでもないと思うんですけれども、タンパク質がやっぱり足りないとダメです。体重1キロあたり最低でも2グラム、それぐらいは確保するようにしてください。せっかくトレーニングでですね、筋肉が発達するような刺激を与えていても、その筋肉を新しく作っていくための材料がなかったら筋肉増やしていくことはできないです。しっかりとタンパク質を摂る。普通の食事だけではちょっと取り切れないと思いますので、体重1キロあたり2グラム以上取るためにはプロテインですとか EAA、 そのあたりもしっかり取るようにすることが大事になってきます。プロテインとか EAA の最適の摂取タイミングについては他の動画でちゃんとお話ししてますので、そちらの方をご覧になっていただければと思います。そして休養が大事になります。休養もですね、筋肉というのは休んでいる時に発達するというように考えてください。トレーニングという刺激で筋肉が合成される。ただしその刺激は筋肉の分解も進めてしまう。その合成と分解のバランスによって筋肉が増えるか減るか変わらないかということが決まってくるわけですけれども、分解してしまってはいくら合成させても筋肉大きくならないということです。ちゃんと休養して分解を抑えることが大事になるということです。トレーニングをしっかり行ってタンパク質もちゃんと取る、そして休養をしっかりと入れていく、毎日のようにトレーニングするんではなくて1日おきぐらいにトレーニングした方が必ずバルクアップには役立ってきますので、そのあたりも考えていただければと思います。それでは Q&A の方に移りましょう。大胸筋を5キロで鍛える動画ですが、低重量高回数でもパンプしたら筋肥大するのでしょうかということですが、これはですね、パンプが筋肥大につながるというわけではなくて、低重量高回数で行うことで化学的なケミカルなストレスを与える、それが筋肥大につながってくるということです。このケミカルなストレスというのは筋肉の中の酸素環境が悪くなったりとか、血液の流れが長い間止まったりとか、クレアチンリン酸が使われたりとか、筋肉の pH、pH が低下したりとか、筋肉の中の環境の変化ということになってきます。これはまたパンプとはちょっと違った話になるんですね。ただこの化学的ストレスも大事なんですけれども、今お話しした通り高重量で筋力をつけていくということが本当に大事になってきますので、低重量高回数だけではダメと考えてください。もちろん低重量高回数で筋肥大しないということはないんですけれども、高重量のトレーニングを入れた方が明らかに発達が早くなってくるということになります。一つのバリエーションとして考えていただいてですね、低重量だけでも大丈夫なのだというようには、思わないでいただければと思います。今回はバルクアップのためのいくつかのポイント、そして低重量高回数でのトレーニングとバルクアップの関係についてお話ししました。面白かった、興味が持てたという方はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。そしていただいたご質問の中からピックアップしてお答えしていきますので、何かわからないことがありましたら気軽にコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。